壁、壁、壁、ウォールとは、家の四方を囲うもの、または、室と室の平立てとなるもの。建物の仕切りとなる平板状の部分。室内と外界との境にある壁を外壁という。建物の中の各室あるいは部屋と廊下などの間を仕切る壁は、内壁や、間仕切り壁と呼ばれている。二つの地域を隔てて、人間を移動できなくして、閉じ込めたり、 隔離したりする目的の壁、人権を侵害する壁もある。イスラエル西岸地区の分離壁、ベルリンの壁、東日本語の壁は、競技には建造物を構成する外壁や内部を間、仕切る内壁のみを指すが、講義には屋外で領域を区切るための、兵営と、同義で使われることも多い。兵とほぼ同じ意味の、柿は、近年では、石垣や池垣など、 もっぱら限定された意味で用いられる。区画を仕切るものとしては、他に、柵があるが、これは、木製、近年は、金属製なども、の柱を複数本立て、抜きを通して、往来を遮断するものを言う。ただし、最近は、有刺鉄線を使ったものなどものなども、柵というが、基本的には、お互いが、隙間から確認できるようなものに対して使われ、 表面が塗り固められているものには、壁や塀を用いるのが一般的である。今後では、家屋の内外壁を変え、ところへ、屋外を仕切るものは一般に、木、柵、柿、城と呼ばれたようであり、塀や柵の語は、大陸伝来の漢語である。壁には建物を支える構造体となっているものと、そうでないものがある。前者は、体力壁。 ベアリングウォールベアリングウォール、後者は、ドバリ壁、非体力壁、カーテンウォールカーテンウォールと呼ばれる。欧米の建築では、伝統的に外壁が、石壁、レンガ壁などでできていて、壁が建築物の基本の構造体となっており、壁が屋根を支えている。つまり、西欧の伝統的な建築物の壁は、体力壁、ベアリングウォールベアリングウォールである。しかし、 鉄骨造り建築の出現以降は、欧米においても非体力壁構造も増えており、特に高層建築に多く用いられている。日本の木造住宅では、柱や量が建物の基本構造体になっており、壁というのは柱の間にはめ込まれているだけで、屋根を支えているわけではない。日本建築では、非体力壁が多く使われてきたわけである。洋風の住宅などで、 柱を内装、外装で包み、柱を見せない様式を大壁作りという。木造の家で柱と柱の間に壁をはめ込んで、柱が外部から見える様式を真壁作りという。外壁の機能、役目には室内を外界から守るということがあり、断熱性、遮音性、水密性、気密性、防火性、対衝撃性、 対抗性などが求められる。内壁の方の機能、役割としては、遮音性、防水性、防音性に加えて、視覚的に美しいこと、触れた感触も良いことなど、感覚的な性質も大切である。様々な機能を持った壁があり、遮音性を特に高めた防音壁、音の反響を防ぐ、吸音壁、火事の際に炎症を防ぐ、防火壁、 放射線が漏れるのを防ぐ、放射線遮蔽壁、収納する機能と部屋を仕切る機能が融合した収納壁等々等々がある。その他にも様々な役割を持つ壁がある。例えば岩壁は船舶が接岸する場所を確保するために垂直の壁で陸地の土砂を支えるのが目的である。また洋壁は霧通しや森土ののり面の崩落を防ぐために設けられるものである。 壁材として、伝統的には、日本では内壁には土壁、漆喰などが用いられてきた。外壁としては板壁、石、土壁、漆喰など。明治、大正時代は、土壁、漆喰、板、石に加えてレンガが用いられるようになった。第二次世界大戦後は、土壁、漆喰、板、石、レンガに加えて、 コンクリート、石膏ボードなどが用いられている。洋風建築の普及に伴い、断熱材等の開発が行われている。防音目的で、グラスウール、近年では断熱も兼ねて被覆されたものが用いられる場合もある。屋外では、コンクリートや土トンの上に塗装を行ったりして、装飾される。また、石膏ボードの場合にはそれ、自体にプラスチックまたは、 アルミニウムなどの板により装飾がされているものもあり、その場合外壁材として直に貼られる。室内は塗料、壁紙などで装飾される。床から1メートルほどの高さまでは汚れたり傷んだりしやすいため、この部分だけ補強を兼ねて、板やタイルで装飾されることもある。この部分、あるいはこのような装飾を腰壁という。崖などにおける壁材は、 コンクリートの他に高化プラスチック製のものがある。主に風化や波による侵食で崩落した場合の景観復元のために用いられている。また、次世代の壁として、愛知万博のパビリオンのように水のカーテンを壁としている場合もある。外説でも説明したが、内壁では感覚的な性質も重要である。西洋では伝統的に貴族の館などでは、 石壁の内側にタピスリーなどがかけられた。これは石の壁がそのまま見えているより視覚的に柔らかで優しいということ。また寒い季節などは石の壁がそのまま剥き出しでは部屋の中が冷え込んでしまうのでそれを少しでも緩和させる役割あった。壁に様々な目的で絵画が描かれることがある。これを壁画という。古代ローマではテンペラ画などが描かれた。 近年の住宅では内壁には壁紙が貼られることが多い。壁面線、駅面線、ビルディングラインとは敷地境界から外壁面の位置を交代させるラインのこと。通りに面する建物の位置を揃え、街並みとしての景観を向上させる目的で決められる。一般には地区計画、特定外区、建築協定などで定められる。建築基準法第2節に 建築物またはその敷地と道路または壁面線との関係等第43条第47条が定められている。建物の外壁または柱の面から敷地境界線、道路境界線含むまでの距離を壁面交代距離と呼ばれる。これも第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域では 良好な住宅市街地形成のために指定されている場合がある。その他の用途地域においても、良好な街並みづくりや空地の確保などを目的として、地区計画で定められている場合もある。W. リスト・オブ・ウォールズより一部翻訳、改変。壁が、内と外とを隔て、外界からの影響を遮断するものであることから、転じて、 心理的あるいは象徴的に何かを隔てるもの、あるいは行く手に立ちふさがる大きな障害を比喩的に壁と呼ぶことがある。例として男女の壁、夫婦の壁、世代の壁、記録の壁、心の壁、言葉の壁、音の壁、馬鹿の壁などが挙げられる。スポーツ関係でいう記録の壁は、例えば100メートル層におけるかつての10秒の壁などが知られる。 特に遮断するという意味では、コンピュータ用語としてのファイアウォール、防火壁は、コンピュータネットワークにおいて、通信の内容を監視し、外部からの侵入活動などを遮断する役割を持つ、ソフトウェアあるいは機器を指す。サッカーなどで、ゴールキーパーが、鉄壁と例えられることもある。また野球ではその役割から、ブルペン保守を比喩する。また、大きくのっぺりした、 平らな面といった形状から壁と呼ばれている構造物もある。例えば山岳用語では海岸段丘や山の崖などにおける平らな垂直部分を壁または壁面と呼ぶ。あるいはコンピュータ用語で GUI において背景として置く画像を壁紙と呼ぶのもこのような意味の比喩である。ただし壁紙が貼ってある作業域はデスクトップ、機上である。 天文学の世界でも宇宙の大規模構造における超銀河団の数億光年にわたる連なりがグレートウォールと呼ばれている。単に区切りという意味ではパソコン通信のニフティサーブにおいては会議室、いわゆる電子掲示板と会議室を区切るための空の会議室があり、壁会議室または単に壁と言われた。このような区切り会議室は通常は 書き込みができないようになっているが、偶然または故意に書き込めるようにしたものもあり、そういう会議室はさながら、壁への落書きのようにボードチャットや、本来のフォーラムの趣旨とは関係ない書き込みで満たされた。教育用語においては、脳の認知機能などの変化を指すものとして、9歳の壁、あるいは、10歳の壁という表現が使われる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。